よろしくお願いします。将棋クエスト2分切り負けっていきます。まあ、定番の角交換からですね。相手は、飛車振ってくるか。ああ、来なかったですね。そんなわけで囲っていきましょう。おっと、6四歩か。この時はもう一歩交換しに行っちゃいましょう。まあ、角打つとこはないんで。銀上がって、歩突き同歩同銀。で、歩足して腰掛け銀が狙いですが。まあ、角には角ですね。まあ、同桂で。まあ、こっちも跳ねたかったんで。バランスよくしていきましょう。まあ、金でカバーして。どう？はい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 、そうですか。歩を取りに行きましょう。いつもね、4六角とか5六角とか打つのですが。下がりの。次に6五銀とぶつけていきましょうかね。6五銀、同銀、同飛車。向こうこれで歩切れになるので。ん？これは銀が打てるんだよな。まあ、もう、7二銀と打てるんですがね。まあ、どうすかな。5三銀。5二金、5三金、同金。ああ、ダメか。飛車取られちゃうか。こっちか。ちょっとなんかあったかな。あったのかな。ちょっとわからんちんだったので。まあ、一発ぶち込んどいて。金ぶち込んどいて、で、駒が密集している状態でありますね。込み合っておりますが。取って馬作ってって感じですかね。まあ、と金ちゃん作って、飛車走る場所がない。もう角はもう、精いっぱいしておきましょうかね。一発どうでしょうか。いやー、金取ればよかったかな。おー、うまい旅。混み合ってる。めちゃくちゃ混んでる。大渋滞とかで。まあ、飛車取られてもいいかなって感じ。これ、50待っとくし。よくねえか。飛車取られ、おっと。それはきかな。うまっ。同桂か。これは、寄っていけば、詰めれそうな。いや、まだ逃げれんな。まあ、同金は、おっと。同銀は3。おっと、銀捨てから詰められるか。大丈夫だな。金も金融し。わかんねえ。いやー、角打ちだったかな。わからんかった。向こうはまだ詰めれないはず。銀捨て王手からも詰めれない。これ2二角で一手詰めでしたね。まあまあまあいいか。勝てばよかろう。ありがとうございました。